ワルツを踊るカップル、エドワード・マイブリッジによる、フェナキストスコープ作品、ウェルズの民族的な踊りモリスダンスイギリス、ウェルズ協会の庭にて、社交ダンスの競技会の一場面幅なの、トロピカーナクラブのプロたちのダンスチアダンスブレイクダンス、トゥワークダンスは、伴奏に合わせて演じられる一連の動作のことで、その様式は、極めて多様であるため厳密な定義付けは容易でないが、遊戯的で、 リズミカルな動きの連続によって、コミュニケーションや表現を行う文化を言う。ダンスは、ソロ、デュエットあるいは集団で演じられ、祭りや儀式の場においても行われる。太古から神々への礼拝、国事の祝い、歴史の伝承、言葉を用いない権力への抵抗、戦闘前の行事といった役割から体を動かして、自己を表現し、感情的、精神的、 肉体的に自らを称賛したり、労働の際に共同体の協力を得る手段としても、またあるものは長い年月を経て洗練された舞台芸術となっている。その歴史的背景からダンスは諸芸術の母とも称される。すべての民族は固有のダンスを持っていると言われ、ダンスの歴史は人類の歴史と同様に古いものである。さらに動物にも特有のダンスが見られることから、 ダンスは生命に内在する根源的な活動と言われることもある。人類史では旧石器時代のアルタミラ洞窟の壁画に人々が踊る様子が描かれている。日本の古事記の天岩屋と神話では岩戸に身を隠したアマテラス大神が天の渦めの命の踊りを見て再び身を表したとされており、ダンスが生命活動を表すものとして描かれている。ダンスは 人間の祈りや願いを神に伝える手段とされ、呪術的な意味を持ち、宗教的儀礼のほか、労働や戦闘での意識高揚、青年の通過儀礼などに用いられてきた。一方でダンスは、レクリエーションやレジャー、芸術やスポーツの分野でも、固有の文化的意味を持つジャンルとして発展した。あるテーマを持った、一定の時間、空間での体の動きの集積を、 踊り跡といい、体の高さ、方向、体型、位置などによって、それぞれ特有の表質をもたらす。一般に、直線、三角、四角、ジグザグなど、直線的な踊り跡を持つ動きは、強い、鋭い、硬いといった、すっきりした印象を与える。反対に、円、楕円、半円、波形など、曲線的な踊り跡を持つ動きは、弱い、鈍い。 柔らかいといった印象を与えるとされている。ダンスの伴奏形式には打楽器伴奏や音楽伴奏などのほか、身体の動きそのものが伴奏として機能している無音楽舞踊もある。もともと古典舞踊などでは足で踏んで拍子を取っていたのであり、これがドラや太鼓のような打楽器の誕生のきっかけとなったとする説がある。英語のダンスはコラテン語のでアンテが語源とされ、 その原理は、緊張と解禁の連続を意味する。日本語では武闘と訳されていたが、坪内逍遥が舞踊をと訳してからは、こちらが一般化した。坪内逍遥は、侵楽劇論で舞踊という訳を当てたが、これは、坪内逍遥と、福地王地による造語である。ダンスには数とによるものと軍部のように、他人数によるものがある。 一人によるダンスもソロの形式としてそれ自体が一つのまとまりを持ちうるものであるため単にそれをたくさん集めても集団舞踊に過ぎず群舞とは言わない。群舞とは二人以上によって二つ以上の異なる複合したリズムに乗せて行う踊りのことで特に複合リズムによって表現すべきモチーフを内在しているものを言う。ダンスは伴奏処理により打楽器伴奏、音楽伴奏、 無音楽などに分類される。無音楽舞踊は、音やリズムとは、無関係な音楽を伴わない、舞踊形式という意味ではなく、伴奏を舞踊そのものが担っているような形式を言い、楽器を使っていても、演奏のためではなく、効果楽器として用いられている場合も含む。ダンスは思考性により、ソーシャルダンスのように交流が重要な意味を持つ、コミュニケーション系と、 モダンダンスのようにイメージやテーマの表現が重要な意味を持つ表現系に分けられる。また、ダンスはスタイルにより、民族舞踊のように一連のリズミカルな動きが定式化されていて、踊り手がそのフレームに従うことで成立しているものと、ブレイクダンスのように踊り手がリズムと動きを自在に工夫する自由性の高いものがある。 ダンスは思考性を縦軸にスタイルを横軸にしてリズムダンス系、ソーシャルダンス系、民族ダンス系、モダンダンス系の4つに分けられる。アジアのダンスには歴史的な出来事や物語などをダンスの形態で表現するものが目立つ。また演劇と不可分なまま発生、発展してきたものが多い。例えば水古天皇の時代に 日本に移入されたと言われる儀楽は、学人と舞人とで構成される仮面音楽劇であり、日本舞踊の源流の一つとされている。代表的舞踊劇には、日本の脳、歌舞伎、中国の胸劇、インドのカタカリ、ジャワ島のワヤンオーラン、バリ島のレゴンなどがある。これらの舞踊劇で行われるダンスは、わずかな所作も洗練されており、象徴性が極めて高い。 このようなダンスの形態や、所作の象徴性は、19世紀末以降の西洋のダンサーや演劇に少なからぬ影響を与えた。ドイツのベルトルト・ブレヒトには、狂劇や脳の影響が見られ、フランスのアントナン・アルトは、バリ島の舞踊劇にヒントを得て、自身の演劇理論を編み出した。日本では明治以降、六名館では、舞踏会が開かれるなど、西洋式ダンスも行われるようになった。 庶民のダンスには宗教儀式や豊作を願う呪術的行為に起源を持つ者が目立つ。日本の盆踊りはその名の通り祖先の礼を祀る行事である盆に人が集まった時に行われるものである。また、秋の収穫の時期にも同様の習慣がある。韓国、朝鮮の農学部や中国のヤンガーも収穫に関係したものと言われている。 収穫祭の踊り以外のものとして、仏教や付属に関係した踊りが挙げられる。日本の念仏踊りや朝鮮半島のサルプリチュブ、ソウマイなどがこれにあたる。舞踏日本独特の舞踊としての舞踏は、1959年、肘方辰巳による金時期の講演から始まったとされることがある。暗黒舞踏と称した。初期は、土方と王の数が、 その後、笠井明、丸赤字、天子牛を、室伏広などが出た。舞踏者の多くは、低発、白塗りの身体、半裸、ガニ股などの重心の低い姿勢などの特徴がある。伝統芸能その他、パラパラ、おたげ古典舞踊複雑なリズムなど、古典的テクニックがある、民族舞踊単調なリズムで展開する、グループで軍部中世以降、貴族社会において、 舞踏会が盛んに模様され、社交ダンスが文化の一部として強く根付いている。1814年から1815年にかけてのウィーン会議では、舞踏会にかけて会議は踊る、されど進まず投票され、以下のようなものがある。外して足の動きに意識を向けたものが多く、種類によっては手はだらりとぶら下げているものすらある。ヨーロッパ系移民が作り出しているものもあり、 アフリカから連れてこられた人々が、故郷から持ち込んだリズムをベースに作られたダンスもある。広まるにつれ、また、社会状況も変わるにつれ、白人、黒人の区別なく踊られるようになっており、世界に広まっているものも多い。ペルーのマリネラ、ブラジルのサンバ、アルゼンチンのタイ語は、南米三大ダンスに挙げられる。中米、南米のダンスには、以下のようなものがある。 これらのダンスはいずれも民間で盛んで結婚式は元より誕生会などのちょっとしたパーティーでも気軽になされる。いわゆるディスコでは季節や老若男女を問わずにこれらのダンスを楽しむ。ただし近年は特に若年層においてロック音楽に合わせたダンスも増えてきている。ロックがかかっている間は老夫婦がテーブルについて観談しており、 曲が単語に変わったらすっと立ち上がってダンスを始めるという光景を見かける。ボリビアなどのアンデス地方で行われるカーニバルでは、インカ帝国時代の記憶やスペイン統治時代の記憶などに基づく伝統的なダンスがグループにより演じられる。ブラジルのカーニバルでも曲としてはサンバが用いられるが、伝統や歴史を表す装飾や構成になっている。 アフリカやヨーロッパのダンスやの影響を受けつつも、アメリカで生まれた独自のポピュラー音楽と共に踊られる形で、独自のスタイルを作り上げていった。ジャズから、スイング、社交ダンスまで、あらゆる種類のダンスでは、複数の頭脳のスキルを必要とし、記憶を改善する経路を刺激する。例えば、パートナーの動きに反応し、反応を計画して実行し、 ステップとシーケンスを記憶する必要がある。身体活動も神経可蘇生を促進するのに役立つので、運動と精神的な課題を組み合わせるとさらに大きな効果が得られる。ありがとうございます。